ダイレックス株式会社は佐賀県佐賀市に本社を置く企業である。九州を中心にディスカウントストアダイレックスをチェーン展開している。2009年12月にサンドラックの参加となり、医薬品取扱店舗ではサンドラックグループで販売されているオリジナル商品の取扱いを開始した。また、店舗正面のロゴ部分の背景も白から、 サンドラック店舗の背景色である赤に順次変更されている。取扱い品目は食品、日用品、医薬品、医療、家電など。一部店舗では生鮮食品や豆油も販売されている。2021年3月31日現在313店舗存在するとされるが、店舗検索に乗らない店舗も確認できる。犬器主店の店舗も非常に多い。 関東地区新越、北陸地区関西地区中国地区四国地区九州、沖縄地区ダイレックス前原店2014年6月5日、厚生取引委員会はダイレックスに対し独占禁止法違反に基づく排除措置命令及び12億7416万円の課徴金納付命令を行った。ダイレックスは遅くとも2009年6月28日以降、 自社と継続的な取引関係にある納入業者の内取引上の地位が自社に対して劣っているものに対して正常な召喚集に照らして不当に次の行為を行っていた。従業員等の派遣の要請新規回転、改装回転に際し、納入業者78社に対し、これらを実施する店舗において他社が納入する商品を 含む商品の移動、陳列等の作業のために、あらかじめ従業員等の派遣の条件について、合意せず、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、従業員等を派遣させて使用していた。135店舗で少なくとも、延べ8000人を派遣させた。金銭の提供の要請閉店の際に実施する、セールに際し、納入業者66社に対し、 閉店セールの協賛金等の名目であらかじめ算出根拠、使徒等について明確に説明することなく、納入業者が販売促進効果を得ることができないにもかかわらず、当該納入業者が納入した商品であって、ダイレックスが定めた割引率で販売した商品の割引額に相当する額の一部、または全部の金銭を提供させていた。少なくとも、 総額4000万円を提供させた。2011年5月4日に発生したダイレックス、朝倉店の火災に際し、火災により滅失または既存した商品を納入した、納入業者48社に対し、商品を販売できないことによるダイレックスの損失を補填するため、商品の納入価格に相当する額の一部または全部の金銭を提供させていた。少なくとも、 総額1100万円を提供させた。2018年12月27日、環境省及び経済産業省はダイレックスに対し、家電リサイクル法に基づき、廃家電の取扱いについて是正勧告を行った。家電リサイクル法では、廃家電を引き取った際は、製造業者等へ引き渡す義務がある。九州地方環境事務所那覇自然環境事務所及び、 沖縄総合事務局が2018年5月、ダイレックス石川県に実施した立ち入り検査で、無許可業者に回収を委託するなど、不適切な管理が判明。両省が2018年11月、ダイレックスに廃家電の取扱い状況について報告を求めた。同社によると、その際の社内調査で初めて不適切な処理を把握したという。 両省からの求めに対しダイレックスが行った報告によれば2015年4月から2018年10月までに17支店で計193台が不要品回収業者などへ引き渡されていたという193台のうち182台については家電を排出したユーザーからリサイクル料金と収集運搬料を受領していたこの193台についても 社内資料が廃棄済みの店舗があることから確認、推定が可能な範囲のみでの形状だという。また不要品回収業者などへの引き渡しは2015年4月以前からも行われていたが、具体的な指揮や台数は不明だとしている。委託業者により廃家電が不要品回収業者などへ引き渡されていたのは以下17支店。この勧告により、ダイレックスは ユーザーへの廃家電のリサイクル料金と収集運搬料金の変換状況を変換が完了するまで、全支者における毎月の廃家電の引き取り及び引き渡し状況、家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築とコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策に、 ついて、四半期ごとの実施状況を2019年1月からの1年間、報告が求められる。ありがとうございます。